株式会社トライチは岡山県倉敷市小島に本社を置くアパレル関連企業。主に作業服の製造、販売を行い、同名のチェーン店を展開している。1959年に設立。主に企業や観光庁などで使われる作業服の製造、販売を行っており、建設業や土木業などの現場で見られる飛び服のシェアが比較的高い。 近畿地方、中国地方を、主とした西日本各地に直営店、虎一ビッグタイガを展開するほか、全国各地の作業着専門店に納入している。特に虎一製の飛び装束は、作業着のアルマーニとの異名を持つ一種のブランド品である。2015年、イメージキャラクターに、タレント、俳優、ファッションモデルのユージさんと契約。1997年に、柳忍が、 悪役紹介のメンバーらと共に、白抜けた、黒抜けた、虎一着たら赤抜けたというフレーズの CM を、近畿地方を、主として放映し注目された。現在は、ガオラを中心に全日本プロレス無党刑事を起用した CM を放送している。2019年6月14日放送の、日本テレビ系列、アナザースカイで森星さんが虎一のズボンを履かれていた。 トライチから提供した商品ではないため推測だが、7360から448細身超超ロング8分13、黒か7460から448細身、超超ロング8分13、黒と思われる。2011年には、エヴァンゲリオン新劇場版及び、アニチューストアとのコラボレーション企画として、エヴァンゲリオンの劇中でナーブの職員が着用していた、作業服を、 期間限定、受注生産で発売している、トライチハローキティのコラボが実現。ハローキティ柄のタオルや小銭入れや、ボクサーパンツのコラボグッズを、トライチ公式オンラインショップ等で、数量限定で販売している。2019年10月16日より、新宿伊勢丹メンズ館内ポップアップショップ、ナンバー813にて、ワタップス、40%アゲンストライツとのトライチ。 コラボレーションアイテムを限定発売。2020年日本の作業技文化を牽引するトライチとアメリカを代表する現代アート第一人者ダニエル・アーシャム氏のコラボレーションが実現。2020年12月24日よりトライチアーカイブス限定でコラボレーションアイテムを販売開始。ありがとうございます。